かんテーマ美容院に行くみたいな。まあ散髪してきました的なね。散髪と黒髪にしてきましたよみたいな。ちょっとイメチェンしましたみたいな。そうそうそう。すごいですね。まずは。なかなか面白い感じだったですね。YouTube っぽいな。モヒカンでもいいけどね。本当はね、なんかいろいろね、僕はお出かけしたとかして、なんか出かけたり、海外とかね、行ったりとか、旅行とか行ったりとか、そういうのはね、ちょっとやりたいんだけど、やりたいんですけどね、やっぱちょっとコロナが難しいっていう。海外とか行くの好きなの、やっぱり。海外は、まあでもそんな行ったことないけど、行きたい。行きたい。いろんな国に。いや、すごいスッキリした。スッキリ。いや、もちろんありがとうございます。いや、すごいすごい。また外行くとまた雰囲気違うんでしょうね。そうね、外行くと。この辺青いんじゃないの。ほんと全然国民、あ、ほんとなんか青い、めっちゃ青いでしょ。あ、青い青い、ネイビーみたいな感じというか。あ、いいねいいね、ちょっと結構いい。いやでも動画でわかるこれ。ほんとなんだね、青さ回ってる、いいね、再生されてる、あ、動画されてる、ね、開始されてる、青いっすか、いい感じ、多いね、ほんと、あ、いいですね。はい、改めまして平山茂と申します。こんにちは。今日は2月の3日水曜日でございますね。今日もお仕事の方本当にお疲れ様です。私、散髪が見ての通り、終わりまして、髪の毛ですね、黒くなりました。これで問題なくですね、明日から仕事ということで頑張っていきたいと思います。はい。いやー、今日行った美容室オーナーはですね、僕の小学校の同級生で、まあ、十数年ぶりにまた彼に髪を切ってもらうことになってですね、ちょっとまあ久しぶりの再会だったんですけれども、楽しくね、いろいろ喋りながら髪を切ってもらいました。で、まあ、色の方もね、ただの黒じゃなくてちょっとこうブルーを混ぜた感じでね、なんかブルーブラックとか、そんなようなネイビーとか、そういったような感じの色でございますね。まあ多少はちょっと参考になったらいいなと思います。こう M 字のね、ハゲでも、これ M 字ハゲなんです。 M 字ハゲで、ここがもうスカスカなんです。ここがスカスカなんですけども、まあそれをね、多少、まあ、隠すつもりはないんですけど、多少ね、こうカバーするような髪型で、もともと金髪だった自分でもね、こういう感じで黒に戻す時の参考にしてもらえたらいいなと思います。はい、というわけで今日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これで明日からも大丈夫でございます。大丈夫、うん、バッチリでございます。皆さんも大丈夫ですよ。大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫だから、うん、大丈夫だよ、大丈夫、間違いない、大丈夫。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。高村君ありがとう。
ありがとうね。ではまた。